私は今 BSS 山陰放送の裏に咲いてる桜の木の下にやってきました。鳥取でも開花がようやく進んできました。来週の天気どうなるんでしょうか。晴れたままなのか。今日のテレポート山陰の後半で石川ちゃんが教えてくれると思います。ぜひ見てください。ですね、それからインスタの方でテレポートキャスターの投稿をしているんですけれども、そちらでちょっと先日出雲の温泉に入ってきた写真をまあ上げることになってしまって上げたんですが、ちょっとこう二の腕の太さが半端ないっていうものになってます。あれはきっと合成はしていないんですけど、まあ、カメラの撮り方でああなったっていうものなんですが、まあ、気になる方は YouTube そして Instagram をチェックしてもらえればと思います。今日もいい一日を。